アスパシア土台にアスパシアの名が刻まれた大理石製の胸像起源前後世紀にローマで制作された像の複製。アスパシアの埋葬に使われた石碑とされている。アスパシアはアテナイで影響力を持っていたイオニア人女性で古代イギリシャの政治家ペリクレスの愛称である。二人の間にはショーペリクレスという息子がいたが、二人が正式に 婚姻関係を結んでいたかは不明である。プルタルコスによれば、アスパシアの家は、アテナイの地の集結地と化し、哲学者ソクラテスをはじめとする多数の著名な作家、思想家が訪れ、ソクラテスもアスパシアの教えに影響を受けていたと考えられる。哲学者プラトンやアリストファネス、クセノポンなど同時代の作家たちの著書にもアスパシアに関する記述が見られる。 成人してからはほとんどギリシャで過ごしたが、アスパシアの一生について詳細まで完全にわかっている部分はほとんどない。学者の中には、アスパシアは遊郭を経営し、自身も勝負を行っていたという見解を示す者も,もいる。歴史学的観点で見ると、アスパシアの存在は古代ギリシャの女性を考察する上で重要な役目を担っている。というのも、 当時の女性に関することはほとんど分かっておらず、アスパシアのことが分かれば、人間のことが半分分かったも同然だという学者もいるほどである。イオニア地方のミレトスに生まれる。この時代にアスパシアほどの高い教養を身につけられるのは裕福な家のものに限られていた。そのため彼女が裕福な家の生まれなのは明らかだが、父親の名前がアクシオコスであることを除けば、 家族に関してはほとんどわかっていない。アスパシアは戦争捕虜から奴隷になったカリア人だと紹介する古代の資料もあるが、現在それは誤りであるとの見方が強い。アスパシアがアテナイへ移り住んだ経緯は不明だが、4世紀に制作された破壊史から、アクシオコスとアスパシウスについての記述のある碑文が発見されると歴史家ピーター・ケビックネルがアスパシア家族の背景及び、 アテナイとの関係の解明に乗り出した。彼の説をたどると、アスパシアトスカンボニダエ家のアルキビアデス2世に何らかの接点があった可能性が浮かび上がる。というのも、アルキビアデス2世は、紀元前460年に、東変追放によって、アテナイを追われて、ミレトスで亡命していた可能性があるのだ。祖父アルキビアデスが亡命して、ミレトスへ行き、そこで、 アクシオコス家の娘と結婚したのではないかとビッグネルは推察している。どうやらアルキビアデスは妻とその妹のアスパシアを連れてアテナイへ戻ったらしくビッグネルは夫妻の間にできた第一子の名前がアクシオコスであり第二子がアスパシオスであるという説を提唱している。ベリクレスはアルキビアデス一家と親密な関係にありアルキビアデス一家を介して アスパシアと出会ったのではないかといった主張もビッグネルはしている。ジャン・レオン・ジェローム、アスパシアの家にアルキビアデスを探しに来たソクラテス、1861年古代の作家や現代の学者の間で論争が絶えない部分ではあるが、当てないでアスパシアはヘタイラになり友情屋を経営していた可能性がある。ヘタイラの女性は高級商婦として働くのに加え、 プロの高級芸能人として活躍していた。ヘタイラは、波外れた美貌を備えていただけでなく、教養があり、自立した生活を送り、税金を納めていたという点で、一般的な当てない女性とは一線を画していた。ヘタイラはおそらく自由な女性というものに、最も近い存在だったのだろう。その当てない社会でも特に華やかな存在感を、放っていたヘタイラがアスパシアであり、 ヘタイラの典型例にあたるだろう。プルタルコスによれば、アスパシアは、イオニアで有名だった、もう一人のヘタイラ・ダルゲリアと比較されたという。アテナイでは、法的制約により、結婚すると家庭に縛られるということが女性が、伝統的に辿ってきた宿命としてあった。しかし、アテナイ人でないこととおそらくヘタイラという職業の、おかげでもあるが、アスパシアは、その制約を受けなかったため、 アテナイの市民社会にも参加することができた。紀元前440年代前半には政治家ペリクレスと愛人関係になり、ペリクレスが戦災と離婚後はペリクレスと同性を開始した。ただし彼女が正式にペリクレスの妻となったかどうかについては未だに議論が分かれている。二人の間に生まれた息子、ショーペリクレスが紀元前440年に生まれたことは、 間違いないようだが、もし、アスパシアが、紀元前428年にリシクレスの子を出産したのであれば、アスパシアは相当若い年齢で、ショーペリクレスを生んだことになる。イオニア社会においてアスパシアは、その美貌も、さることながら、むしろ和術や助言の才能で注目を集めていた。プルタルコスの記述によると、アスパシアは、自堕落な暮らしを送っていたのにもかかわらず、 アテナイの男たちは妻を連れて、アスパシアの話を聞きに行ったという。ペリクレス、アスパシア及びその仲間たちは影響力を持っていた。一方で避難から逃れることはできなかった。というのも、アテナイの民主成果では卓越した才能を持ったもので、あっても、絶対的な支配はできないからである。アスパシアがペリクレスと関係を持ち、政治的にもかなり影響力を持っていたことには、 様々な反響があった。アスパシアはサモス戦争直後の何年間かは特に支持が低かったとイエール大学の歴史学者ドナルド・ケーマンは考えている。紀元前440年にサモス島でプリエネを巡る戦いが勃発した。戦局が悪化するとミレトスの人々はサモスとの訴訟を申し立てるためアテナイへとやってきた。アテナイ人たちが両者に停戦を求め、 アテナイで仲裁裁判をするよう申し立てをしたが、サモス側はそれを拒否した。それを受けてペリクレスはサモスに軍隊を派遣する法令を可決した。しかし、それを実行するのは困難でサモスが敗北するまで、アテナイの人々は多くの犠牲を強いられた。プルタルコスによるとアスパシアが ミレトス出身なのでサモス戦争に責任を感じ、その様子を見たペリクレスがアスパシアに喜んでもらおうと、してサ、モスと戦うことを決め、サモスを攻撃したのだと、人々は考えたようだ。ペロポネソス戦争勃発前にペリクレス、彼と最も親しい仲間たち、そしてアスパシアは一連の個人攻撃や法的非難を受けることになる。特にアスパシアは、 ペリクレスの性的盗作を満足させるために、アテナイの女性を堕落に導いていると非難された。プルタルコスによれば、アスパシアは、不経済で、喜劇詩人ヘルミッポスに起訴され裁判にかけられたという。おそらく、これらの非難はすべて言われのない抽象に過ぎなかったが、アテナイの主導者ペリクレスにとってはこの出来事そのものが、痛手となった。ペリクレスが珍しく、 感情をあらわにして訴えたおかげで、アスパシアは無罪になったが、ペリクレスの友人の一人であるフェイディアスは、極中死してしまった。また別の友人のアナクサゴラスは心境を理由にして、民会から非難を受けた。アスパシアの裁判と釈放は、後からでっち上げられた出来事であり、この出来事の中で本当に、アスパシアが言われた中傷、アスパシアにかけられた、容疑、 卑猥な冗談が架空の裁判という形に変化して伝えられたとの見解をケーガンは示している。ブリティッシュコロンビア大学古典科教授アンソニー・ J ポドレッキの主張によれば、プルタルコスあるいは彼にその情報を伝えた人が、とある喜劇の一場面を実話と勘違いした可能性が高い。たとえこの話が本当だと考えたところで、ベリクレスの助けの有無に関係なく、 アスパシアに危害が及ぶことはなかっただろうとケイガンは主張している。明るないの人々という作品の中でアリストファネスはペロポネソス戦争の原因はアスパシアにあるとしている。アリストファネスの言い分によればペリクレスの発布したメガラフレーというものがあり、メガラ商人は当てないやその同盟主とは貿易してはいけないという内容であったのだが、このフレーは アスパシアの経営する遊郭で働いていた娼婦たちがメガラ人に誘拐されたことに対する報復として出したフレーだという。アリストファネスがスパルタとの間で戦争が起こったことに責任感を感じている人物としてアスパシアを描いたのはその前にミレトスとサモスとの間で起こった出来事の記憶を反映させたからなのかもしれない。またプルタルコスはエウポリスや クラティノスなど他の喜劇詩人たちのアスパシアを嘲笑するかのような論評を報告している。ポドレッキによるとサモス島のデューリスはアスパシアがサモス戦争もペロポネソス戦争も先導したとの考えを示していたようである。アスパシアは統制版、オムパレー、ベイイネーラ、ヘラ、ヘルネーなど様々なレッテルを貼られていた。ベリクレスと関係があったことに関してはさらに非難を 受けたと、アテナイオスが報告している。ベリクレス自身の息子クサンティッポスさえも、政治的野望を抱いていたためか、父親の家庭事情に触れ、ためらうことなく、父親を非難した。ベリクレスの共造、ベルリン旧博物館所蔵期限前429年、アテナイのペストと呼ばれる、伝染病が流行し、ベリクレスは姉妹そして戦災との間に設けていた。 着出男子パラロスとクサンティッポス両方に先立たれる。そのためペリクレスは弱気になるにつれて涙を流すようになり、アスパシアはそばで彼を支えたがその傷が癒えることはなかった。ペリクレスが亡くなる直前、アテナイ市民はペリクレスとアスパシアの間に生まれた反アテナイ人の小ペリクレスをアテナイ市民とし正式な遺産相続人にできるように、 紀元前451年制定の市民憲法を変更することを許可した。この決定は両親ともアテナイ人でなければアテナイ市民と認めないという市民憲法を発案したのがペリクレス本人であることを考えればなおさら驚くべきものである。ペリクレス本人も紀元前429年の秋に伝染病にかかり病死した。プルタルコスは自身の著書の中で アイスキネス・ソクラティクスが表したアスパシアとの対話編を引用し、ペリクレスの死後、アスパシアはアテナイの将軍で民主主義指導者リシクレスと共に生活し新たな子供を設け、リシクレスを政治の第一人者にしたという趣旨のことを書いている。紀元前428年にリシクレスが戦死したのに伴い当時の人々の記録も途絶えたため、 息子のショーペリクレスが将軍に選ばれた時やアルギヌス祭の開戦後にショーペリクレスが処刑された時にアスパシアが存命だったのかどうかなどその後のアスパシアの様子は不明である多くの歴史学者が推定しているアスパシアの没年は紀元前401年紀元前400年であるがこれはアイスキネスのアスパシアという話の構造から考えられる彼女の年貢を考えた結果 ソクラテスが紀元前399年に処刑される前には、アスパシアは亡くなっていると考えられることが元になっている。アスパシアに関する記述は、プラトンやクセノポン、アイスキネス・ソクラティックス、アンティステネスなどの表した哲学書に見られる。プラトンは、アスパシアの知性と基地に感激し、共演の登場人物ディオティマのモデルにしたとする説も、 学会に存在するが、ディオティマは実際は、歴史上実在した人物の名前であるという説もある。ペンシルバニア大学哲学科教授のチャールズ・カーンによれば、多くの点においてディオティマはプラトンがアイスキネスのアスパシアを投影させた人物である。メネクセノスの中でプラトンは、アスパシアがペリクレスと関係を持っていることを風刺し、アスパシアが多くの有弁家を育てたことを、 皮肉っぽく主張するときに、ソクラテスの生前残した言葉を引用している。ソクラテスは、ペリクレスの話術における名声に疑問を呼びかけ、それからアスパシアが、アテナイのペリクレスを育てたからこそペリクレスは、アンティフォンが育てた、誰よりも習字に優れていったのだろうと皮肉っぽく伝える、ことを意図して書いており、ペロポネソス,ス戦争の、 追悼演説もアスパシアが原稿を書いたおかげだと述べて当時その演説の影響でペリクレスが崇拝されていたことも非難している。カーンはまた、プラトンはペリクレスとソクラテスに修辞学を教えた主としてのアスパシアのモチーフをアイスキネスから取ってきたとも述べている。プラトンのアスパシアとアリストファネスの女の平和はどちらの作中人物からも アテナイの女性たちの実際の地位読み取ることはできない。ものの、当時の女性が演説することは許されないという、監修に明らかに反した例外的な作品であり、トゥルーマン州立大学歴史家教授のマルサイル・ローズも説明している通り、犬が訴訟したり鳥が政治を行ったりするのが、喜劇の中でしかありえないのと同じで、女性が熱弁を振るうなんてことが、喜劇以外であったはずがないのである。 クセノポンは、ソクラテスの思い出、火星論という二つの著書でアスパシアについて、言及している。いずれもアスパシアに助言を求めると良いとソクラテスが、クリトブロスに進める場面がある。ソクラテスの思い出では、ナコードは紹介する、男の良さを誠実に伝えるべきだと書くにあたって、アスパシアを引き合いに出している。火星論ではソクラテスが、夫婦間での家計のやりくりにより、詳しいからと、 アスパシアの言うことに従う場面がある。フェーディアスのアトリエで、ペリクレスとアスパシアが、アテナ女心像の出来を褒めたたえている様子、エクトールルルー作、アイスキネス・ソクラティクスとアンティステネスはそれぞれアスパシアの名前からソクラテス対話編の題名を取った。アイスキネス・ソクラティクスのアスパシアについて、重要な資料として残っている、著作の著者は、アテナイオス、プルタルコス、そして、 キケロである。この対話編では、カリアスに、アスパシアに、彼の息子、ヒッポニクスを指導してもらうようソクラテスが勧め、カリアスが女性に指導を頼むことに気が引けると感じためらうと、アスパシアは、ベリクレスの活躍に貢献し、ベリクレスの死後は、リシクレスに良い影響を与えた女性だと伝えるという場面がある。対話編の一部はキケロがラテン語で保管していたのであるが、 その保管された部分で、アスパシアは、女ソクラテスとして登場し、クセノポンの最初の妻それからクセノポン。ここで取り上げるクセノポンは、歴史上有名なクセノポンとは別人であるが、自己認識を通して、得を得るためにどうすればよいか悩んでいたところを、相談に乗ったという記述がある。アイスキネスは、アスパシアを素晴らしい教育者、指導者と紹介し、 ヘタイラとしての彼女の高い地位はその得の高さゆえだと説明している。アイスキネスのアスパシアにあるどのエピソードも単なる作り事ではなくにわかに信じ難い話であるとカーンは言っている。アンティステネスのアスパシアの断片はわずか3つしか残存していない。この対話編の中にはかなりの抽象的な内容も含まれているが、 ペリクレスの一生に関連した逸話も収録されている。アンティステネスは、アスパシアのみならず、ペリクレス一家全員を非難していたようである。哲学者アンティステネスは偉大な政治家ペリクレスが、高徳な生活ではなく、快楽にふける暮らしを選んだと考えて批判している。そのためアスパシアは、性的快楽に溺れた暮らしのゴンゲと表現されている。マリー・ジェノィエーブ・ブーリエが自らを、 アスパシアに見立てて描いた自画像1794年現代文学において重要な地位を占める作品の中にもアスパシアは登場している。20世紀に活躍した有名な小説家や詩人の中にもアスパシアがペリクレスと恋愛関係にあったことを元にして作品を作ったものは多い。特に19世紀のロマン主義者や20世紀の歴史小説家は ベリクレスとアスパシアのエピソードから無人像のインスピレーションを受けている。例えば奴隷性廃止論を唱えていたアメリカの小説家、ジャーナリストのリディア・マリア・チャイルドは1835年、ベリクレスとアスパシアの過ごした日々を描いた古代ロマン、小説、フィリシアを発表した。この小説は登場する女性をとても美しく繊細に描いたため、マリアの作品の中で、 最も成功を収め、最も完成度の高い作品とされている。1836年には、イギリスの作家、詩人のウォルター・サベージ・ランダーが彼の本の中で最も有名な作品の一つである、ペリクレス・アンド・オスパシアを発表した。この作品では古代アテナイ人の様子を架空の手紙を通して描いており、その手紙の中には大量の詩も書かれている。作品に登場する手紙は、 実際の史実に忠実でない部分もしばしば見られるが、ペリクレス時代の時代精神を捉えようという姿勢は見られる。ロバート・ハーマー・リングもアスパシアの魅力に刺激を受けた小説家、詩人の一人である。彼は1876年にオスパシアを発表したが、これはペリクレス時代の作法や倫理観を描いた小説で文化的、歴史的興味に基づく作品である。 ロマン主義運動に影響を受けたイタリアの詩人ジャコモ・レオパルディはアスパシアシリーズとして有名な5編の詩を発表した。これらの詩はレオパルディ自身がファニー・タル・ジョーニトッツェッティという女性に実るはずのない片思いをしていたという切ない体験から生まれた詩である。レオパルディはこの女性をベリクレスの伴侶にちなんでアスパシアと呼んだのである。1918年 小説家兼脚本家のジョージ・クラム・クックは、自身初の長編劇、アテネの女たちを制作した。この作品は、アスパシアが平和運動の一環として、ストライキを主導して行う様子が描かれている。クックは反戦をテーマにした作品をギリシャを舞台にして描いたのである。アメリカの作家ガー・トゥルード・アサートンは、ザイモータル・マリッチという作品の中で、 ペリクレスとアスパシアの話を取り上げ、サモス戦争やペロポネソス戦争、アテナイのペストの流行した時期に関する描写も行っていた。アスパシアとペリクレスの歴史的関係を描いた作品は他には、テイラー・コードウェルのグローリーザ・ライトニングなどがある。2011年には、イタリアの作家、ダニエラ・マッツオンが電気的エッセイをスパシア・マエストラ。 イーアマンテディ・ペリークレイを発表し、2012年には古典的なスタイルの劇でシデラタをスパシア、ラプソディア・メジテランネアを制作した。アスパシアの評判はペリクレスが手にした栄誉や名声と密接な関わりがある。プルタルコスはアスパシアを政治的にも学問的にも重要な役目を担った人物と認め、ギリシャで一番の男が喜ぶような、そして哲学者たちが 話題にして長々と称賛し続けるような立ち回りをした女性だと称賛の意を表している。この電気作家プルタルコスが述べるところによると、アスパシアはあまりにも有名で、ペルシアをアルタクセルクセス2世と戦争した小キロス、さえも自身の愛人の一人で、もともとはミルトと呼ばれていた女性に、アスパシアという名を与えたらしい。この女性はキロス王子が戦いに勝利した際に、 囚われて国王のもとに連行され、その後国王に多大な影響を与えた人物である。ルキアノスはアスパシアを賢者の鏡、賞賛に値するオリンピアンの中でも特に素晴らしい人物と称し、彼女の政治の知識と見識、彼女の鋭く抜け目のない様と先見の名に賛辞を送っている。古代シリア語のとある文献には、 アスパシアが演説の原稿を作成しある男に法廷でそれを読み上げるよう指示したとあり、アスパシアの修辞学における名声を立証する証拠となっている。アスパシアは10世紀にビザンツ帝国で使われていたスーダ辞典という百科辞典の中で語彙力の優れたソフィストで修辞学を教えていたと書かれている。以上のような評価を受けて、 ペンシルバニア州立大学教授シェディルグレンが主張することには、どうやらアスパシアは古代ギリシャで、その存在を公の場で認識されていた唯一の女性であり、ペリクレスの演説の作成にも携わっていたことは間違いないようだ。アスパシアは、両家の若い女性のためにアカデミーを開いたり、ソクラテス式問答法を編み出したりまでしたと考える学者もいる。しかしながら、 ノースウェスタン大学古典教授ロバート・ W ・ウォレンスは、アスパシアがペリクレスに演説のやり方を教え、それゆえ雄弁家や哲学者から指示されていたなどという冗談を史実と認めるわけにはいかないと力説している。彼が言うにはプラトンがアスパシアに知的役割を与えたのは古代ギリシア喜劇を参考にしたためだという。ケーガンは、アスパシアのことを美しく、 自立しており、基地に富んだ若い女性で、ギリシャで最も優れた人々と会話しても引けを取らず、どんな問題でも、夫と議論し解明することができた女性だと、表現している。古典学者で、ケント大学社会人類学科教授ロジャージャストの考えによれば、アスパシアは、例外的な人物ではあるが、アスパシアの例を見るだけでは男性並みの知性と、 社会的地位を手に入れられた女性が下手いらにならなければならなかったという事実を超えたからかに強調するには十分である。哲学者そして神学校で教授を務めるシスターのプルーデンス・アレンの話によればアスパシアは作法の死からひらめいて女性たちが哲学者になる可能性を一歩前に動かしたのである。オランダの歴史家ジョナ・レンダリングの指摘にある通り アスパシアに関して知られているとされることの大半は、あくまでも仮説に過ぎないという大きな問題点は依然として残っている。古代イギリシャの歴史家、トゥキディデスの書物には、アスパシアに関する記述はなく、文学家や哲学者など、歴史交渉には全く注意を払わないような人々が、記した信憑性の低い表現や推測を手がかりにするほか、ないのが現状である。 そのためアスパシアは、テアノのごとき良妻だったという記述もあれば、タルゲリアのごとき友女であり、娼婦だったという記述もあるというふうに、アスパシアの人物像には、ある程度矛盾した記述も見られる。以上の理由から、現在学者の間でアスパシアの生涯に関する情報の指摘、確実性は疑問視されている。現在では、アスパシアに関する歴史的事実は、 ほとんどが確定されていないし確定できやしないとウォレスは語っている。このため、アイオワ州立大学古典学教授までレン・エム・ヘンリーも古代より伝えられてきたアスパシアの生涯は脚職や誤りが含まれひどくめちゃくちゃなものであるから、ほぼ完全に実証不可能であり、20世紀になってもそれらの言い伝えは変化し続けているとの見解を主張しており、最終的には アスパシアの生涯を、ほんのわずかな可能性にかけて追跡することしか、できないとの結論を出した。チャールズ・ W ・フォルナーラと、古典歴史学教授ローレン・ j サモンズは、我々の知る限り、アスパシアの本当の姿は言い伝えによって、作り上げられた彼女の人間像以上の姿なのかも、しれないと語っている。プライマリーソース接近デリーソース、ありがとうございます。